はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極回究極テクニカルバトル剛腕の紳士緑の試練編ですね、こちら攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。でアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、マンガロハンですね。取り込む経験蘇生イカ様をつけてます。続いて慶長ですね、壁コンスター作忍者ですね。そして完全セブスをつけてます。続いて、緑尻ですね、食客の移動、鳳凰の決意、ガンガン戦う、フル射撃をつけてます。スタンバイにはセロハンですね、安心やよ喧嘩愛愛をつけてます。愛愛一つの方ですね。そしてリンクスキルは、ワムをつけてます。そしてレンドはですね、コウタロウ緑、コウタロウじゃないですね、緑、花太郎を連れていきます。では参ります。なるべくフレンドは使わない方向でいきたいと思うんですが、フレンドのリーダースキルに頼っている状態です。ではですね、先にゲージを貯めていきましょう。そして場所が悪すぎます。場所が悪すぎなので、場所を集めてね行きたかったんですが、これまたどうにもならないという状況ですね。早速もう、フレンド頼っていきましょう。頼る気はなかったんだけどな、しょうがないですね、頼らざるを得ないです。緑花太郎はねちょっと強いですからね、本当に次回の、ね、好調降臨で手に入ればと思います。そして新しい SP ユニットね、手に入ればもっといいかなという感じです。はい、倒せましたね。続いて増援ですね。続いての増援は、自分ので倒したいところですね。倒したいです。倒せるかな、どうかな、衝撃だけで倒せるかどうか。残念です。一番残したくないやつが残ってしまいましたね。まあ倒せたのでよしとしましょう。さあ第2ラウンドですね。第2ラウンドは今度は、緑尻ですね。緑尻で、倒していきます。アイテムがいいところにね集まってるので処理ができてよかったです。さあそして続いてもタルガス、決意が乗ってるおかげでなんとかなりますね。はい、倒せました。そしてで振ってまいりました。さあ今度はきっちりと華経院を中心の華経院で倒しています。さあ倒せました。続いてウンドゥールですね。増援たちが振ってきました。ウンドゥールも倒したいところです。ヒットコンボカウンターね、面倒ですね。ただもうこれだけ決意が重なっていれば問題ないです。はい、第2ラウンドクリア。続いて第3ラウンドですね。第3ラウンド、ここはアイテムばらまきです。アイテムばらまきなのでかなり面倒です。マニッシュボーイだけでも倒したい。マニッシュボーイも倒せて、全ユニット倒せてないですね。はい、ここはこのままで置いておきましょう。さあそして増員が降ってまいりました。このままね慶長でいきたいところなんですが、
あまりにもねカウンターが多いので、とりあえずカウンターをなくしておきましょう。そして出番の慶長ですね。慶長出番です。もう慶長のミサイルをどんどん発射しておきましょう。もうねこれだけで倒せるはずです。ケニー G が残るような感じですかね。ただもうゲージも十分足りております。そして倒せましたね。緑じじが大変な場所にいますね。緑じじだけでも、避けるようにしておきましょう。これだけ離れていれば大丈夫なはず。これだけ離れていれば大丈夫なはず。どうだ。慶長も倒れない。よし大丈夫です。はい、3ラウンドクリア。続いて最終ラウンド4ラウンドですね。いやー心配でした。どうなることやらと心配でしたが大丈夫でした。花太郎手榴弾の巻き添え食らっております。2発オーバードライブでゲージじゃないですね、体力ちょっと回復されております。さあそしてまたアタックしておきます。決意が重なったおかげで倒しきることができる。ありがとうございます。さあそして第4ラウンドですね。増援です。増援がやってまいりました。おっとここで花太郎が倒れてしまうか。あ倒れなかった。すごいんですね。よかったです。続いてはここはですね、誰を倒すかによってだいぶ変わってきますね。全員倒せそうな気がします。全員倒せましたね。しかしゲージが足りないですが、フレンドがのおかげで 10% ずつね回復ですね、のおかげでなんとか倒せます。ありがとうございます。フレンドありがとうございます。パチッ。はい、無事倒すことができました。ありがとうございます。フレンド花太郎がねいればなんとかなるという形で、クリアさせていただきました。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。